はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。今回はですね、対抗立志伝5、続きをやっていきたいと思います。前回までに秀吉はですね、ついに長浜城の城主になって、かつ名前をついに改名したというところで、羽柴筑前の神秀吉が誕生したというのが前回、前々回の、ストーリーになります。で、信長はというと15代将軍室町幕府の足利義昭を追放して、その安土城を建てるよっていうところを、前回ですね、ご覧いただいたかなと思います。では早速続きをプレイしていきたいと思いますが、今回の秀吉の主な目的はですね、信長より越前朝倉家の攻略を命じられてますので、早速ですね、朝倉家の居城の一つ、居城じゃないですね、朝倉家の城の一つ金ヶ崎城の攻略をやっていきたいと思います。で、すでに出陣をしていまして、信長に援軍を要請してます。で、今朝倉家はですね、この金ヶ崎の他に、一条谷、あとは北の庄、この辺りがですね、朝倉の居城、居城じゃないですね、朝倉の勢力圏の城というところですね。さあ、庭長秀の軍団が到着ということですね。おそらく敵も援軍が来るんじゃないかなと思います。来ましたね。では野戦に入っていきましょう。で、この後野戦で敵を撃破したら援軍をね、要請していきたいなと思います。はい、というところで、野戦の方は勝利しましたので、このまま城攻めの方に戻りましょう。で、軍団命令、援軍要請で援軍を要請していきたいんですが、援軍要請できるのがどうだろう、家康ぐらいか。ちょっとダメ元で、じゃあ家康にちょっと遠いんでね、来てくれるのかという話もありますが、お願いしてみましょう。よし、援軍は来てくれるわけだな。では、これで城攻めにかかりましょう。落とせるんじゃないかなとは思いますけどね、こんだけの軍勢がいれば。よし、和議の使者が来たか。降伏するということですね。じゃあ、降伏はいいでしょう、受諾します。これで金ヶ崎城の攻略に成功したので、次は一条谷城になりますね。いや、やっぱり援軍で安土城の軍勢が来ると楽ですね。合戦目標を選ぶで、次に一条谷、北の庄か。で、畿内一帯はというと三好家とかがまだ控えてるわけだな。なるほど。三好、本願寺が厄介ですよね。あとは波多野などもいると。まだまだ先は長そうだな、戦いの先は。
姉が工事、武田家。うん。で、一条谷に関して言うと、直轄地だし結構な兵力いるんだろうな。人口も21万人もいるんだ。21万人って相当だな。まあ、ちょっといずれにしても、一回戻りましょう。では、ここでですね、一旦、そうか。また軍資金とかを集めておきましょうね。表情の間に行って、主命伝達で、軍資金調達。三成がいないな。あとは、まあ、修行とかをやらせておけばいいかな。で、この間に、一度安土城完成してるので、安土城を見に行きましょう。おお、信長様はただいま外出中か。残念。どっか合戦にでも行ってるのかな、信長は。そんな気配はないけど、いないもんはしょうがないですね。そしたら今日の町に行って、いつものお金稼ぎをやりましょう。ちなみに今吉岡道場についに入門を果たしてですね、宣伝とか、まあ、いくつか、秘技を覚えることができているので、まあ、そのあたりもね、今度、使う場面が出てくれば披露していきたいなと思います。ほいっと、もうお金がねあんまりないんで、この辺も地味にしっかりやっていきましょう。で、この後はまあとはいえ道場で腕を磨いたもののやっぱり心配なので用心棒は雇いましょう。そしたらいつものパターンですね。大港の町に行ってっていう感じですね。まあ、本当はね、柳生家に、柳生新陰流に入門してもいいかなという思いもあるんですけど、まあ、とりあえず吉岡道場に入っているので、しばらくはね、ちょっとこのままにしたいなと思います。では、こういう貴金を売却して、金に変えましょう。まあ、今はね、ちょっとでもお金が欲しい状態ですからね。よし、これで本拠に戻りましょう。あ、そうか、本拠に戻る前に戻り方ですよね。今戻ったルートで戻ればちょうど安土城にも寄れるし、お金もまた増えるしっていうので、今戻った、来たルートで帰りましょう。もうここはじゃあ、ちょいちょいとやってしまって、このまま京の町に行って、京経由で安土、安土から今浜という感じで戻っていきましょう。ここで早速、新しい技を披露する機会が来ましたね。全員刀持ちだね。槍持ちとか弓持ちがいると、ちょっとね、間合い的に、めんどくさかったりもするんですが、こんな感じでね、一刀の元に切り捨てることができるようになったんですよね。これはねちょっと嬉しいですよね。前までだと一撃で倒すことはできなかったんですが、月影か、野球新影流に入ってたのかな、強い。ただこの秀吉もかつての秀吉ではない。強いね。そしたら私の秘技を披露いたそうと思ったけど、披露できなかったですね。ちょっとね、その間合いというか、その斬撃のルートが宣伝に関して言うと結構特殊な V 字型なんですよね。自分が V のこの底底辺っていうのかな、から向かって V 字型に斬撃が飛ぶ感じなので、少し使い道が難しいというか、使う場面が限られてくるというか、
まあ、そういうのはあるんですけどね。それでもやっぱり、その、遠い、離れた敵に攻撃が当てられるっていうのは大きいですよね。よし、これで、またお金を増やし、安土城に行きましょう。信長が帰っていれば、信長にお目通りしましょうね。おう、これが安土城がなんと雄大な城なの。そうか、安土城ができてから初めてですね、きっと来たのは。このような見事な天守は今だかつて見たことがない。ということで、信長が来ましたね。新しい城を見に来たか。安土城完成の方を受け、いても立ってもいられずということですね。まあ、安土城は、やっぱり当時としては、五層天守だったのかな。ちょっと何層天守だったか。ああ、外からは六層だって書いてますね。ただし、内部は七層だったと。まあ、当時としてはかなり大きな城。当時としてはっていうか、多分最大級の城だったんじゃないかな。今の話だと、内部は七層って書いてましたよね。で、ここが我が部屋じゃということで、まあ、天守のきっと一番上にあったんでしょう。全国の大工と職人を総動員して作ったと。で、天井が吹き抜けか。いやー、どんな気持ちだったんでしょうね。戦国時代なんて、いわゆる今でいうビルみたいなものは当然なかったと思うので、そのね、唯一一つ建った高層ビルから、眼下を見下ろしてるっていうような、そんな感じだったんでしょうね。で、安土城最大の目的は今日の監視と。防衛だけでなく広く精鋭を務める場が必要じゃということで、この安土城を、築いたというところですね。さあ、安土城を眺めたので、自分はさっさと朝倉攻略に向かって、邁進してまいりましょう。では、城に戻り、表彰の間で、主命伝達ですね。まだ誰も何もできないのか。どうしようかな。そしたら、体力を回復しておきましょう。で、表彰を誰も受けてくれない。なるほど。じゃあ、能力鍛錬を一発入れておきましょう。この統率が結構好きでね、統率やってるんですけど、これも結構初めに読んどかないといけないんですよね。この並びで始めるかでいい絵とかをきっちり選択しておかないと痛い目に遭うことがようやく分かってきました。お、これ良さそうですね。これでいこうかな。ん、とはいえ行き詰まった。早いね。もうちょっとしっかり吟味した方が良かったかな、これは。はい、結構ね、夢中になっちゃう感じなんですよね、こういうのは。あと消せるところがない。ん？ここが消せるかな？そうすると。ここ消せないか。上に4があるからかな。どうしようかな。ここも消せないでしょ？ここもダメ。ここは？あ、ここもダメ。詰まったな、これは。どうしよう。消せるところは他にないかな。詰まっちゃいましたね。もうちょっと消したかったな。もうないですよね。ここまでかな。お、ここにあるじゃん。とはいえ、これを消したからといって何か好転するかというと、好転することもなく、終わりか。ここ消せないもんね。ここはダメだよね。お、ここが消せた。あとは？ここダメか。あと消せるのは、ここもダメだよね。当然ダメ。ダメ。ダメ。
ここは？ここ行けるでしょ。ここはもう行けない。ここも行けない。ここも行けない。ここまでかな？あ、ここが行けるね。こうとなるとここも行けて、ここも行けて、ここも行けない。今一つか。まあ、しょうがないね。で、主命で軍資金調達をしてくれてきた人がいるので、このお金を使って再び。軍資金調達はダメか。そしたらこれで一旦徴兵して、お金を集めて、出兵していきましょう。650人が大して集まんなかったな。しかも自分のお金を使っちゃった。もったいないね。自宅に行って金庫からお金を出金しましょう。で、再び連兵場に行って、徴兵で、744人か。もうちょっと欲しいよな。そしたら、ここでお城に行って、お城に行ってといっても寝るだけなんですけどね。で、妻と話し、休養で体力回復。あ、そうか。今日の町に行ったんで薬を買っとけばよかったな。薬がないと体力の回復にね、結構時間かかっちゃいますからね。次、今日の町に行った時には買ってきましょう。では、越前攻略のためにもう一回だけ連兵場で徴兵をしていきましょう。やっぱり兵力は必要ですからね。自宅に行って金庫出金軍資金で連兵場で徴兵を1000に集まったか。よし。こういうところでも体力削られますからね。やっぱり薬は非常に重要ですよね。自宅に行って表情で出兵していきましょう。まあ越前一条谷ですね。戦闘中誰が戦ってるんだ今。誰と戦ってるの。誰と戦ってるかわかんないけど出陣していきましょうか。せっかくですからね。ここはじゃあ8000人率いて出陣。鉄砲200、軍馬は400、大筒は2門。誰が戦ってるんだろう。援軍としていく感じになるけど。援軍は援軍要請できませんって言ってるけど、誰が戦ってるのか教えてほしいな。丹羽長秀が来てるのか今。なるほど。でこれを見る限りだと今一条谷の上北の将でも誰かが戦ってますよね。ってことは敵の援軍は来ない可能性が高いので、このまま押し切れそうな気もするな。お、明智光秀の軍団が北の将を攻略。で、こちらも二の丸の攻略に入ってるわけで、朝倉はもう他に城がない北の将を申したので、この最後が一条谷になってるので、この一条谷を落とせば朝倉は壊滅させることができますね。このままなんとか行ってほしいな。よし。本丸落として朝倉義景を攻略できましたね。
よし、朝倉征伐、討伐が完了だ。今回は、まあ、朝倉の城を落としたっていう意味で言うと、金ヶ崎しか落としてないですが、今の一条谷に対しては援軍を送りましたよね。で、秀吉様、大殿よりお言葉をお預かりしております。自然国の攻略見事であった。まずは領地の発展に努め、との仰せですと。なるほど。これで1500勲功が上がったか。いや、しばらくはのんびりできそうだな。そしたら久しぶりに京の町にでも行ってみるか。茶席に応じると。この辺りはね、しっかりと部下たちの接待にも応じていかなきゃいけないですからね。ちなみに全く違う話を少しすると、タイとかにね遊びに行った時、特に女の子がいるようなお店に行った時はですね、結構僕女の子に対して、まあ情けない話なんですが、お姫様のように接待するっていうね手法を使ってます。こうすると女の子の方も結構気持ちよくなってくれてですね、いろいろサービスしてくれるっていうのもあるので、まあ、タイにね、これから初めて行くよっていう方、あるいは、タイに行ったけどあんまり面白くなかったっていう方いればですね、ぜひ、僕は姫接待っていう呼び方をしてるんですけど、その姫接待をね、試していただければと思います。まあ、部下からも接待を受けたところで、表情の間、熊野水軍の軍団が淡路水軍の洲本城を砦攻めを行っていると。援軍を出すなら今か。いやでもな、ちょっと今そういう感じじゃないんだよね。ここは軍資金調達。あとは皆さん月々に修行などに励んでくださいと。正則が病気か、まあ、ちょっとここは養生してもらいましょう。で、そんな自分はというと、長浜の城から出て、久しぶりに京の町に遊びに行きましょう。で、京の町でまず何をするかっていうと、石宅で薬を買いましょう。前も聞いたと思うんですけど、今、この、真瀬道三先生に、200巻で薬を買わしてもらうんですけど、200巻って今の価値で言うとどんくらいなんでしょう。200巻、1巻がそもそもいくらかって話でもあるんですけどね。そしたら例によって座に寄っていきますか。200巻っていくらなんだろうな。多分相当な値打ちな金額なんだろうなとは思うんですけどね。さあ、ではこの後はですね、越前を攻略したので、いよいよ畿内に向かって信長がさらに侵攻を強めるんじゃないかなと思うんですが、この三好だったり、あとは本願寺とかになるんですかね。鈴木本願寺、この辺りのね攻略をきっとしていくんでしょうというところで、今回はここまでにして、次回はこの続きをプレイしていきたいと思います。今回は越前攻略朝倉義景討伐をお届けしました。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。